今回はコンロ周りの掃除をやっていきます。コンロ周りにはたくさん油汚れがつきますので、お掃除が大変になりがちなんですけれども、できれば簡単に終わらせたいですよね。そう考えた時にコンロ周りには外すことができるパーツが結構あるんですよ。で、そのような外すことができるパーツ類はつけ置き洗いで洗って、外すことができなかったりコンロの周りとかそういったところは油汚れ用のスプレータイプの洗剤を吹きかけて汚れを落とすというやり方で掃除するとだいぶ楽になるんですよ。では先にパーツ類を外していきます。このグリル扉は内側のここと反対側のここにポッチがありまして、そこをこう押して上に上げると簡単に取れます。で、我が家のコンロはパナソニック製ですけれども、最近のものだとほとんどがこのような形で簡単に取り外すことができると思います。他にもこういったところとか、ここに横にずっと金具があるんですけれども、これも取れるんですよね。はい。で、さらにはこれで、あとここですね。で、外すことによってこういったホコリ汚れとか中に油汚れがついてるんですけれども、丁寧に掃除することができます。で、排気口の周りはまずこのフィルター取れますよね。はい、2つついてます。で、ゴムのパーツ類がついてるんですよ。ここと、ぬるぬるしてなかなか引っ張って取るのが難しくなってますけれども、あとこれ、これもゴムのパーツですね。はい。そして一番左側で、さらにはプラスチックのパーツもあって、これですね。そして奥にも同じようなものがあります。はい、こんな感じで外せるものは一通り外しました。で、これらのパーツ類を付け置き洗いしていくわけなんですけれども、そこで使う洗剤はオキシクリーンです。では、汚れ具合を見ながらオキシ漬けの準備をしていきます。まずオキシ漬けで使うのがこちら。これはニトリで購入したプラスチックのボックスなんですけれども、これがまたサイズ感がちょうどいいんですよ。では汚れを見ていきますね。まずは排気口のフィルターですね。横から覗くと油汚れが結構固まった状態でついてますね。こっちはそうでもないですね。そしてこの長い金属の棒ですけれども、油汚れにホコリが絡みついてますね。これは長すぎて容器に入りませんので、シンクでスポンジ洗いをします。で、これも排気口のパーツ類ですね。ゴムのパーツとプラスチックのパーツ、油汚れがついてますね。はい。で、グリル周りのパーツですね。うっすら油汚れがついていて、そこにホコリが絡みついているといった感じですね。そしてグリル扉です。こんな感じで油汚れが茶色くなってこびりついてますね。でも、そこまでひどくはないですね。で、このゴムパッキンも取り外すことができるんですよ。取ってやった方が仕上がりがきれいになりますんで。こんな感じで汚れてますね。はい、ではオキシ漬けをやっていきます。まずはお湯を準備します。温水器のお湯を60度に設定します。本当はシンクでつけ置きした方がいいんですけれども、撮影の関係上この場所でつけ置きしますので、バケツにお湯を入れていきます。この容器は3箇所穴が開いてるんですよね。その穴をテープで閉じます。いろいろグリル扉がちょうど収まる容器を探してみたんですけれども、今のところこのニトリの容器が一番いい感じですね。穴にテープをする理由は洗浄液が漏れ出さないようにという理由もありますけれども、保温効果を高めるためですね。はい、はい、それではオキシクリーンを入れていきますが、とりあえずキャップ1杯入れますね。で、パラ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 と、特に汚れがひどいところにこう多めにかけるような感じで。そうしましたらお湯を注ぎ入れていきます。そーっと注ぎ入れていきます。1杯で十分隠れましたね。4リットル入りました。4リットルに対してオキシクリーンキャップ1杯です。ここで裏技です。少し食器用洗剤を入れます。これは無印良品の食器用洗剤ですけれども、何でも大丈夫です。3周4周ぐらい入れましたね。で、混ぜません。混ぜずに、あとはラップで蓋をします。ラップ使ってますけれども、別に段ボールとかでもいいですよね。
はい、このまま1時間ぐらい放置しようと思います。この間にコンロ周りの掃除をやっていきます。使うのはキッチンマジックに泡ジェットですね。はい、スコッティファインの洗って使えるペーパータオルで拭いてます。穴の周りも拭いていきます。一旦ペーパーに取ってなじませまして、直接ここに吹きかけてしまうと穴の中に洗剤が入っていってしまいますからね。で、穴の中の掃除は今回やりません。穴の中の掃除の仕方が気になる方は掃除をした時の動画を概要欄に置いておきますのでチェックしてみてください。はい、今度はグリル正面を拭いていきます。ここの隙間に油汚れがかなり溜まってそうですね。パーツを外すことによってここの掃除がしやすくなりますんで、このあたりすごい汚れが溜まってますね。あっという間にこんな感じになりました。その上のこの黒いところもですね、汚れがだいぶ溜まりやすいんですよね。はい、こんなに汚れました。油汚れがひどいところはいきなりクロスで拭くよりもペーパーを使った方がいいですよね。引き続き拭いていきます。ここのパーツもドライバーを使うと外すことができそうですね。より丁寧にやりたい場合はそこまでした方がいいと思いますけれども、でも工具を使うとなるとやっぱりちょっと大変ですもんね。あとこの内側ちょっとお見せできないんですけれども、内側汚れてますね。ここにゴムのパーツがあって、あ、そうですね、このゴムのパーツちょっとこういうやつ、これがだいぶ汚れてますね。なので丁寧にやりたいときは外した方がいいですね。この状態でもある程度外すことはできますけれども、完全に取り外すためにはプラスドライバーが必要ですね。それは我が家のパナソニック製のコンロに限った話になっちゃいますけれども、ここの掃除の仕方また後日ちゃんと分解して一本の動画にしたいなと今思いましたんで、完全に綺麗にせずにこのままにしておきます。でまた周りの掃除に入っていきます。今回グリルの中の掃除はしません。ここも以前丁寧にやっているんですよ。気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。はい、右側に移動しました。まずこの下のところやりたいですよね。はい、また新しいペーパーに変えて拭いていきます。ホコリもたっぷりついてますね。はい、ホコリが奥の方にだいぶ溜まってますね。もう少し分解できればもっとやりやすいんでしょうけれども、爪楊枝を使って仕上げていきます。こういった隙間のホコリがですね、油汚れに絡みついてついてるところをかき出してます。
だいぶホコリと油汚れが取れましたので、最後の仕上げですね。もう一枚ペーパーを使います。はい、こんなところでしょうか。あとはお気づけをするだけなんで、お気づけが終わるまで一旦カメラを切ります。はい、あれから1時間ほど経過しましたので、パーツ類を見ていきます。やっぱり一番気になるのが扉ですよね。はい、綺麗になりましたね。黄色い油汚れが全くついていないような状態まで綺麗になりました。次に気になるのがフィルターですよね。綺麗になってますね。ちょっと残ってるところもありますけれども、この辺りちょっと残ってますか。でもだいぶ緩んでますね。指でこう撫でるだけで落ちていきますので、これから水洗いをしますので、それで綺麗になると思います。では水洗いをしていきます。はい、水洗いをして水気を拭き取ってきました。では掃除後の様子をお見せします。まずは何といっても扉ですよね。表面はこんな感じ、綺麗になってますね。そして内側ですけれども、油汚れが結構広めについていましたが、ご覧の通り綺麗になりました。はい、全く残っていない感じですね。はい、今度は排気口のパーツ類を見ていきます。はい、プラスチックのパーツですけれども、全然ベタベタしないです。サラサラしてます。ゴムのパーツもちょっと濡れてますけれども、油汚れではないです。綺麗になりました。そしてこのフィルターですけれども、やっぱり水洗いをしたら簡単に落ちていきましたね。茶色いところが全くなくなりました。はい、綺麗になりました。そして扉周りのパーツですけれども、はい、綺麗になってます。ぬるぬるベタベタ全くしないです。はい、でつけ置きできなかったこの棒はシンクで洗ってきました。はい、あとはパーツ類を元通りに取り付けるだけなんですけれども、動画はここまでとさせていただきます。ということで、今回はコンロ周りの掃除をやってみましたが、いかがでしたでしょうか。今回の掃除のポイントは3つあります。1つは、外すことができるパーツは外して付け置き洗い、それ以外のところはスプレータイプの油汚れ用洗剤で拭き取るというやり方をすると、楽にお掃除ができますし、綺麗に仕上がりますね。で、付け置き洗いにはオキシクリーンを使いましたけれども、粉末タイプの酸素系漂白剤が最適ですね。で、それ以外の拭き掃除に使ったのはキッチンマジックリン泡ジェットということで、油汚れがとてもよく落ちますし、中性タイプですから素材に優しいですよね。コンロ周りの素材にはステンレス以外にも塗装されているパーツとか、亜鉛メッキされているものとか、アルミのようなものがあると、アルカリ性の洗剤では傷んでしまうことが考えられますけれども、中性の泡ジェットだったらその点安心できますよね。そして2つ目のポイントは、効果的に付け置き洗いをするです。今回はオキシ漬けをしたわけなんですけれども、厚めのお湯を使うというところがよく効かせるコツになりますね。ただ厚すぎるとダメですので、厚くても60度まで、できれば50度ぐらいが理想なのかなというふうに思います。今回1時間付け置きしたわけなんですけれども、温度を下げずに付け置きした方が効きが良くなりますので、穴をテープで閉じてラップで覆いました。これも効果的に使うコツの一つですね。で、さらには食器用洗剤を加えました。洗剤同士混ぜるのは本当はやっちゃいけないことなんですけれども、界面活性剤自体も油汚れに働きかけますので、少し入れた方が効きが良くなると思うんですよ。で、青ボトルのオキシクリーンには最初から界面活性剤が入っているので、そちらを使うというやり方も一つありますけれども、白ボトルであれば私はよく油汚れを落としたい時には食器用洗剤を加えてますね。これ無印良品の食器用洗剤ですけれども、別に何でも OK です。そしてオキシ漬けの手順なんですが、先に汚れたものを入れて、その上からパラ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 オキシクリーンを振りかけて、そ
その後お湯を注ぎましたよね。こうした方が酸素を漏れなく汚れにアプローチできますので効果的だと思うんですよね。ただこういったプラスチックだったり金属だったりするのでこのやり方ができるんですけれども、衣類の汚れ落としにオキシクリンを使うという場合は注意が必要になりますよね。効きが良くなるということは漂白力も高くなるということですので、色柄物は色落ちしやすくなると思いますので、そこは注意が必要になります。そして3つ目のポイントはグリル扉が入る容器を使うです。これがもしかすると一番重要なポイントなのかもしれません。今回使ったのがニトリで購入したプラスチックの容器なんですけれども、洗剤入れの容器としてずっと使っているんですよ。で今回その洗剤を出してつけ置き洗い用に使いましたけれども、我が家のグリル扉がちょうどいい感じに収まる大きさになっております。どこのメーカーのグリル扉も同じようなサイズ感だと思いますので、もしかしたら同じように使えるかもしれません。内側で37センチですね。なので37センチよりも横幅が小さいものだったらこのニトリの容器でいけると思います。高さについてはもう全然大丈夫だと思いますので、グリル扉とかコンロ周りのパーツを付け置きするときに使うというやり方はおすすめですね。ちなみに100均とかも回ったりしたんですけれども、このぐらい大きいサイズのプラスチック容器は私が見る限りでは探すことができませんでした。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。